スノーマン向井康二、マッサマン、イベント中のドッキリでパニックに、どういう状況？スノーマン、向井康二する、マッサマン、が、17日にフジテレビにて行われた、お台場冒険王2024から人気者に会い、ハートマーク、ランド、の制作発表に登場した。イベント中にドッキリが決行され、見事なリアクションを披露した。マッサマンは、現在放送中の同局、芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP、土曜午後7時、で誕生。7月20日から8月25日にフジテレビ本社屋及びお台場、青海周辺エリアで開催される、夏の超大型イベント、お台場冒険王、のメインキャラクターに就任した。制作発表の後半でサブタイトルを発表する係を任命されたマッサマン。勢いよく読み上げるも表示されたタイトルが事前に聞いていたものと異なっており、と困惑。改めて、報道陣の肩を向くと顔面に、パイ、が噴射された。突然の出来事に、なんでなんと大きなリアクション。パイクリームだらけのままで、誰かわからんやん。どういう状況、マッサマンにもドッキリ、するの、とパニック状態に陥った。さらに、メインキャラクターはほんまなん。パパとかママに言っちゃってるからさと確認をし、数分後からは放送中、ポカポカの生中継にもパイだらけの姿で出演した。